タコの貴族もしくはパンダナスは、単子用植物の属の一つである。およそ600種が知られている。アジア、アフリカ、環太平洋の熱帯地域に広く分布する。上緑の高木で、直立するか匍匐する。樹高は1メートルに満たないものから20メートルを超えるものまで様々であり、典型的には、広い樹幹を持ち緩やかに成長する。 幹は眼形で、広く、枝を伸ばし、幹の周囲には落葉の跡が多数残る。タコの貴族の樹木は、厚いシチューネを持っており、これが葉や果実、枝の成長で重くなる木の上部を支えている。葉は、帯状で厚くて、硬質、長さは種によって30センチメートルから2メートルか、もしくはそれ以上。 幅も1 5センチメートルから1 0トルと様々である。木部は茎を抱くように包んでおり、落葉すると茎に跡が残る。葉の瞬薬や終焉部には棘を生じる。タコの貴族は私有一種であり、尾花、バ花はそれぞれ異なる個体に生じる。尾花は長さ2から3センチメートルで方向があり、白色の細い双方に包まれる。 メスの木はやはり包容に包まれた休暇をつける。果実は休憩で直径10から12センチメートル、多数の多角形の果実からなる集合果であり、パイナップルに似ている。外果皮は肉質、内果皮は繊維質。典型的には果実は成熟するにつれ緑から明るいオレンジ色へと変化する。種によっては果実は食用になる。 人間だけでなく、コウモリネズミカニゾウオトカゲなど様々な生物が、果実を食べる。しかし、タコの貴族の種子の分散はこれらの生物による、ものよりも、水に流されて運ばれることが主である。歯で細工をする瞳緑色のパンダンケーキピー、ヘテロカルプスの繊維で編んだカゴサモアの織物タコの木族の植物は、手工芸の素材として広く利用される。若い歯は、 切除しても再び生えるため、そのような歯が選んで採取される。葉は細い紐状に切って整えられ、ロープや敷物をはじめとした、様々な製品に仕立てられる。場合によってはさらに染色されて、最終的な製品となる。このような加工は主に女性の仕事である。東南アジアでは、匂いたこの木の葉は料理の香り付けに用いられ、ナッシュレマのような飯。 カレー料理から、カヤジャム、パンダンケーキ、ビカンボンなどのデザートまで、様々な料理に使われる。特に、アイスクリームのようなデザートでは、チョコレートと合わせて提供されることが多い。インドネシア語やマレー語で、ダウンパンダン、中国語では、ブチランと呼ばれる。料理に使われる生の葉は、扱いやすいように紐状に引き裂いて結び、鍋に入れ、料理の最後に取り出す。 他にも乾燥品や葉の抽出液などが販売されている。キューラはアダンなどタコの貴族の植物の花を蒸留して作る抽出液でインド料理において飲み物やデザートの風味付けに用いられる。また礼拝などの宗教的な行事に利用されるほか、インド西部では葉を装飾や方向目的で髪飾りにもする。沖縄県ではお盆の際にアダンを仏前に飾る。 新芽や果実の柔らかい芯の部分を食用とすることもあったが、手間に見合うほどの食材ではないので、現在では、ヤ重ヤマ列島の精進料理を除いてほとんど利用されていない。動物の中にもパンダナスを道具として利用するものがある。ニューカレドニアに生息するカレドニアガラスは、パンダナス属の植物の葉を食いちぎって細い棒状にし、周辺の巨子を利用して、 旧木の中の虫を釣り上げる。東南アジアが主に食材として利用するのに対し、オセアニアの各地では、タコの貴族の植物のほとんど全ての部位を様々な用途で利用する。以下に例を挙げる。また、ハワイなどのポリネシア地域では、果実の繊維をブラシやデンタルフロスに利用する。ポリネシア地域で、葉はシミのアウトリガーカムー、公開カムー、 かやぶきに利用される。ありがとうございます。